デビューをご覧の皆さん、こんにちは。荒井淳です。初めてのソロということで登場させていただきました。なんとなくこの動画に流れ着いた芸能界を目指しているあなた、僕みたいになりたいか、それとも今をときめく俳優さんたちのようになりたいか、動けば変わる。かの有名な人が言ってました。誰だお前って思った方いますか？いませんか？はい。俳優やってます。荒井淳です。もう一度言います。荒井淳です。僕が出演します舞台、5番目のサリーという作品がですね、10月の21日から、大手町の、より、読売大手町ホールにて上演されます。5番目のサリーという作品はですね、わかりやすく言えば多重人格というか、一つの人の体の中にいろんな人格が出てくるという、そういう、病気をですね、題材にした作品になるんですけど、まあタイトルを聞けば分かる方もいるんじゃ、アルジャーノに花太郎とか、ああいうような作品になっております。皆さんぜひ楽しみに劇場に来てください。よろしくお願いします。ということで、以上、荒井淳でした。